こんにちは。ナナです。藤井竜王にとって、今季初めての JT 杯での対局が行われました。6月25日の東北大会で、佐藤康光九段と糸谷哲郎八段の対戦を皮切りに、11月の決勝までの約5ヶ月、全国11地区で公開対局が行われる本棋戦。すでに終盤に突入しており、23日羽生九段を制した藤井竜王は、ベスト4入りを果たし、準決勝に進出いたしました。手数は、かなり短い67手で、勝負が決まりました。おめでとうございます。あっという間の対局でしたが、楽しませていただきました。それでは内容を振り返りましょう。9月23日第43回将棋日本シリーズ JT プロ公式戦、2回戦第4局が、北海道札幌市にございます。札幌コンベンションセンターで行われました。解説は、屋敷九段と聞き手は、山田久美女流四段が担当。解説は、大盤を使って、観客の方々を前にしてのものでした。なんと今回の大盤解説会ですが、3600名以上の方が応募しており、20倍の倍率を勝ち抜いて当選した。180名を前に行われておりました。さすが、藤井竜王の対局ともなると、申し込んだからといって参加できるわけではないという厳しさがありますよね。開演は15時10分で、持ち時間はチェスクロック仕様の各10分。使い切ると、1手30秒の秒読み。秒読みに入ってからは、1分単位の考慮時間が、それぞれ5回用意されております。15時11分屋敷九段と山田女流四段がステージに登場し、続いて、大きな拍手で出迎えられ、両対局者が入場。そして、振り駒を行い、歩が3枚出たので、藤井竜王の先手に決定。戦型は横歩取り、三三角型。この戦型は、16手目に、後手が三三角とする形。横歩取りの中では、比較的穏やかな展開になり、プロ棋士の実戦例でも、この形が、一番多く見られますが、アマチュアが指しこなすには、大変な戦型だというトークも解説中ございました。この戦型は、後手が目指して先手が答えることで成立する戦法。藤井竜王は、羽生九段の挑戦を受けたという形になります。屋敷九段曰く、横歩取りは、指す棋士が限られているというか、割とスペシャリストと言われる人が多いイメージ。羽生九段は、後手番では、よく横歩取りを指されているイメージが大きいです。羽生九段はいろいろな将棋を指しますよね。としておりました。以前は居飛車の人気戦法でしたが、最近は先手の対策が優秀で数が減ってきているといいます。かなり扱うのが難しいと評される戦法ですが、見事な対応力を見せてくれました。ちなみに、アベマトーナメントでチームエントリーの黒田五段が藤井竜王にぶつけてみたい戦型があるとして採用したのが、横歩取りでしたね。黒田五段曰く、藤井竜王なら必ず受けてくれるから、としておりました。現に、最近では、後手横歩取りの戦いを仕掛けていっても避けられるケースが多いとしておりましたが、ここでの戦いとは、細かく言えば違うでしょうが、藤井竜王は、過去の戦いを一つも無駄にしないで、すべてを生かしてくるということもわかります。両者の対戦成績ですが、藤井竜王の5勝1敗。この勝利で6勝に伸ばしました。過去6局の戦型は、矢倉、角換わり、相掛かり、横歩取り、雁木、三間飛車とすべて異なっている点が特徴的です。羽生九段が、様々な戦型で挑んでいる姿が浮き彫りになります。将棋日本シリーズは、各地区新聞社が主催し、日本タバコ産業株式会社、テーブルマーク株式会社の協賛のもと、全国11地区で開催している国内最大規模の将棋イベントです。JT 杯は、他の棋戦と大きく違う点がいくつもございますが、まずは、そもそも、この対局に参加できるのは、名実ともにトップに君臨する棋士のみということ。その基準になるのがタイトルと賞金です。資格を与えられるのは、タイトルホルダー及び前年賞金ランキング上位棋士を加えた計12名のみという狭き門なのです。そして、タイトル戦ではございませんが、着物での対局になり、
持ち時間がわずか10分の早指し戦であるにもかかわらず、間に封じ手を頑張って挟むという斬新なルールもございます。このような特徴を持つ JT 杯ですが、藤井竜王は意外にこの棋戦での成績はあまり伸ばしておりません。過去の成績ですが、3勝3敗 0.500。初出場は第40回大会、出場は4年連続4回目。初めて出場した時は、藤井七段で初戦三浦九段と戦い敗れており、この時の覇者は渡辺名人。第41回は2回戦で、第42回は決勝まで行きましたが、豊島 JT 杯覇者に敗れ。今年は本局が初戦です。今期は JT 杯覇者もいただきそうな勢いです。ちなみに、今期豊島 JT 杯覇者は、2回戦第3局で、稲葉八段に負け敗退しております。戦った羽生九段は、JT 杯でも、凄まじい記録を残しております。本棋戦の成績は39勝27敗 0.591 ですが、1990年の第11回大会出場時19歳でした羽生九段。ここから、出場は33年、連続33回と一度も落としていないのです。これまでの優勝は、5回準優勝5回の実績を持ち、言うまでもありませんが、一つの時代を作ってこられた名棋士です。対局を前に、藤井竜王は、テーブルマーク子供大会には、私も、子供の頃から参加していて、当時と変わらない熱気で、懐かしく思い出しています。詰将棋クイズ、指導対局、JT プロ公式戦と、一日楽しめるイベントですので最後まで、楽しんでいただければ、と語っておりました。子供の頃から参加していてとしておりますが、藤井竜王は、まだ20歳ですから、わずか10年前くらいの話ですよね。10年でここまで駆け上がるとは、やはり、人間の領域を超えております。会場では、挨拶に続き、それぞれが、色紙に記号に書かれた文字について説明をしました。藤井竜王は、飛翔という文字を選択しておりました。理由は、谷川十七世名人がよく記号されていた字でもあって、谷川先生は憧れの方ですのでそれをリスペクトして書かせていただいてますとしたのです。これは谷川先生飛び上がるほど嬉しい言葉でしょう。羽生九段に対する印象について藤井竜王は、どのような展開になってもうまく対応される。戦型選択も多彩で総合的に見て、レベルの高い指し手を選ばれている印象ですとしておりました。横で聞かれている羽生九段は、なんだかうっすら笑っておられたように見えました。今や突き抜けた天才ぶりを存分に発揮し、すでに五冠を制覇している藤井竜王から言われると、ちょっと居心地悪いですよね。羽生九段は、竜王に対して、すべての面で隙がないというか、高度な将棋を指されているなという印象を持っています。としました。本局は、37手目で藤井竜王が指した6八銀で、形勢が、一気に 43% に落ちます。ですが、39手目で、藤井竜王が87金と指した手に対して、羽生九段が3五角とし、形勢が 71% へ駆け上がり、優勢へと変わります。屋敷九段の解説を聞いていると、展開の速さがわかります。羽生九段の44手目99左で、すごい。ちょっと前まで予想できない展開になりました。45手目で、後手は駒損なので、手番を生かしてうまい攻めがあるかが焦点だ。藤井竜王の51手目7三角成で、あっという間の寄せ合いになりましたね。そして、52手目6九竜、強気と強気のぶつかり合いという感じで、非常に面白い攻防が続いています。62手目3二銀で、ここで寄せ切れるかどうか、としておりますが、この時点で、すでに、連盟 AI は 100% 藤井竜王の勝ちを示しております。実は、2手前になる羽生九段の指し手で、AI は100を示しておりましたので、かなり短手数で勝ちを決めたことになります。そして、67手目を見た羽生九段が投了。終局時刻は16時26分。消費時間は、両者10分を使い切っておりました。これで勝利した藤井竜王は、稲葉八段と決勝進出をかけて、
11月6日準決勝第2局で戦うことになります。次の JT 杯は、10月15日、永瀬王座と斉藤慎太郎八段の対局が大阪でございます。そうそう、23日西野、はんなり王子がご結婚されたという記事が上がっておりました。おめでとうございます。さて、対局を振り返り、両対局者は次のように語っております。まず、羽生九段は、序盤から激しい将棋になったんですが、どこかで手を戻す手を考えるべきだったかもしれません。まあもともと流れが悪かったのかもしれませんけど、よく調べてみないと結論はよくわからないですが、としております。藤井竜王は、かなり激しい展開になって、ちょっと短い待ち時間の中では判断がつかない局面が多かったです。8二飛車から9五角と攻め合いに行って、ちょっと、それは、うまくいっているかわからなかったんですけど、結果的には、そこからなんというか踏み込んで行って、なんとか、勝ちに結びつけることができたのかなと思います。このように振り返っております。大盤を使いながらの解説で、羽生九段は、38手目4四角を選んだ理由として、屋敷九段が、飛車が成られそうですがとすると、逆に、この次に、藤井竜王が3二飛と刺されても、羽生九段は2二金と用意があるので、本譜藤井竜王が刺した8七金の方が嫌だったと想定していない形へ進んでいったことを説明しております。この辺で、羽生九段は、すでに藤井竜王にかわされている感触があったのでしょう。徐々にペースを奪われていきます。この後の手順でも、有効な手順を示しますが、それも、藤井竜王の読みの範疇だったりするような、トークが展開され、なかなか、この戦いで勝ち切るのは難しかったという印象を受けました。それでは、最後に、将棋ファンの声を紹介して終わりにします。藤井竜王は、読みの深さが多棋士より優れているため、読む時間を取れる長時間将棋、特に二日制が得意である。その反面、藤井竜王は、NHK 杯や日本シリーズなど短時間制の一般棋戦があまり強くなかった、特に30秒将棋。短時間の一般棋戦は、相手に予想していない手を指された場合など、30秒では、さすがの藤井竜王でも読み切れないからだと思っていた。読めない場合は勘で指さなければならないため、経験値がものを言う。NHK 杯も、比較的年齢が高い棋士が優勝することが多い。しかし、今回の日本シリーズや NHK 杯を見ると、短時間将棋も強くなっている気がする。藤井竜王も、経験を多く積み、読めない時の指し手も悪手を指すことが激減していると思う。近い将来、藤井竜王は、タイトル戦だけでなく、一般棋戦をも手をつけられなくなる可能性がある気がする。藤井竜王、羽生九段、対局お疲れ様でした。早指しならではのスリルを味合わせていただきました。AI 評価は、封じ手以降で、早々に藤井竜王に触れましたが、パッと見ではそのようには思えず、しばらくは、際どい戦いが続いていたように見えました。とはいえ、寄るや寄らざるかの一手争いの形勢判断は、藤井竜王は、AI のように正確なので、攻め合いを選んだところで、藤井竜王は優勢を意識していたのではないかと思います。見ている側としては、4五角からは安心して見ていられました。このまま勝ち進めて、藤井竜王には、羽生九段が持っている JT 杯優勝の最年少記録を塗り替えてほしいです。藤井竜王と羽生九段の対局、熱戦の期待値高く、大盤解説会も競争率が高かったですね。屋敷九段は接戦でしたとコメントしていましたが、あっという間に終盤になり、時間も藤井竜王は2分残しての解消でした。時間管理もスマートで、タイトル戦のたびに強くなっているようですね。昨年の決勝戦での雪辱を優勝で返してください。次戦も応援しています。藤井竜王、対局を重ねるたびに貫禄が増してきたように感じます。以前は童顔も相まってか、羽織に着られている印象もありましたし、勝負飯や対局後のコメントに、注目、ちょっといじられた感じで、されていました。今や押しも押されもしない、
将棋界の重鎮になりつつあります。羽生九段のように、息の長い棋士になってほしいのと合わせて、前代未聞の記録をまだまだ打ち立てていただきたいと期待しています。このような声が上がっておりました。優勝賞金500万円、準優勝150万円の賞金が用意されている JT 杯ですが、残りの対局は3局です。今期こそは、藤井竜王が優勝できそうな予感。非常に楽しみです。You got me, I'm addicted to you.